休みですがご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、お話だけではなくてゲームも参加していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではね、ゲームの方からご紹介させていただきます。ゲームの方からご紹介させていただきます。それではお着席お願いいたします。まずは岩田選手から会場の皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。来年、今年も大分でサッカーすることを決めました。よろしくお願いします。お願いいたします。岩田選手、来年ですか？今年です。そうですね。はい、よろしくお願いいたします。昨シーズン J1 の舞台にかかった大分トリニータ、シーズン振り返ってみて、まずはいかがでしたか？そうですね、まあ、やっぱり目標である残留っていうのは達成できたので、すごい良かったですね。はい、では個人ではいかがですか？まさか4ゴールに絡めるとは思ってなかったので、個人としてもすごいいいシーズンでしたね。そうですよね、はい、ディフェンダーということで、まあ、攻撃陣の中でも守る部分っていうのはあったんですが、またそのね、得点にも名を挙げまして、サポーターの期待、応え、また、のプレーを、ね、見せていただきましたけれども、思い出に残っているゲーム、試合とかありますか？そうですね、自分の中ではマリノス戦が一番思い出深い試合ですね。これは具体的に教えてくれますか？まあ、個人としてはアシストっていう結果を出せましたし、チームとしても狙い通りのサッカーができて、いい試合ができて勝ってた試合だなと思います。なるほど、皆さんもね、うんうんとうなずいていますけれども、ありがとうございます。トリニータの、ね、試合も皆さん、あのホーム戦すごくね、足を運んでくださいましたね。チームのコールとかはしっかりと聞こえていますか？はい、聞こえてます。ありがとうございます。そしてさらには大分トリニータのマスターズですね、活躍は幅広くなっております。アーガ22代表に選出されており、12月28日のキリンチャレンジカップ2019の日本代表対ジャマイカ代表戦ではスタメンで、なんと9対0で快勝でしたよね。そうですね、うん、ありがとうございます。いや、テレビで見てもあれ叫びましたけれども、どんな状況だったんですか？え、チームの雰囲気とかはいかがでしたか？あ、すごいいい雰囲気でしたね。やりやすく、はい、みんなコミュニケーション取ってて、はい、いい試合ができたなと思います。私はですね、SNS で確認をしたんですけれども、インタビューの際に選手とのコミュニケーション、またね、ポジション取りの改善点などお話をされていましたよね。その点はいかがでしたか？そうですね、練習からずっと、まあ、選手みんなでコミュニケーション取れてましたし、まあ、それが試合でうまく出せたのかなと思います。なるほど、今年はね、はい、東京オリンピックもありますよね。はい、この自分のアピールポイントなんかはいかがでしょうか？もう皆さんが分かってると思います。あれ、そう、はい、分かってると分かります？あ、言われてますけど、分かる？分かる、ね、岩田選手のアピールポイントどこだと思います？あー、どこだろう、教えてください。やっぱり攻撃参加っていう部分と2対1の部分、2対1っていう部分は、まあ、負けたくないですし、まあ、来シーズン、今シーズンもしっかりそれを表現できればいいなと思います。はい、皆さんがね、こう微笑ましく見ていらっしゃいますけどね、こう息子のような感覚でね、ちょっとこう温かく守りたくなっちゃいますよね。まあ、そのね、岩田選手ですけれども、まあ、今はシーズンオフということで、今どうですか、お休みはしっかりと取れてますか？はい、取れてます。地元帰られました？はい、帰りました。いつ帰りました？年末に、はい、地元の佐野四日市の嫁に顔出しました。あ、小学校は、はい、セリオさんに、はい、しました。いや、ですね、岩田選手は宇佐の至宝と言われておりまして、私も宇佐出身で、今日は USA コンビでお届けしているんですが、そうなんです、ありがとうございます。で、岩田選手はね、まあ、学生時代の頃から名前、ね、を聞いていまして、すごくね、有望な選手と言われているんですが、まあ、宇佐のみならず大分、そして、ね、日本を背負うような
ね、選手になっていただきたいと思うんですけれども、地元の皆さんとこう結構ね遊ばれているんですか、その選手とは遊んではなかなかタイミングとかは。選手はいますね。あ、はい、何して遊びます。何して遊ぶ気になりません。え、選手の皆さんって普段会わないじゃないですか。何して遊ぶのって思いません。遊ぶ、はい、難しいですね。難しいですか。でも買い物行ったりはしますよ。あ、それはどちらへ。パークプレスですよね。やよく来ます。よかったです。さあ、そんなねプライベートの話もちょいちょいね挟みたいと思うんですけれども、まあ、この後ですね会場の皆さんに質問タイムがございますので、そちらの時間をね、はい、たっぷりと使いたいと思います。さあ、今シーズンですね大分トリニータでのプレーが決定いたしましたが、今年の目標はありますか。まあ、今年4ゴール2アシストで6ゴールに絡めてるんですけども、でも今年はそれ以上に2桁ゴールに絡みたいと思ってます。おお、2桁ゴール。具体的には、え、得点とアシストで2桁ゴールに絡めてます、うんうん、なるほど、そういうことですね。わ、はい、かりました。ではですね、その目標を色紙に書いていただきたいと思うんですが、よろしいですか、はいはい、しっかりとね、そう実際どうなったのかっていうところをですね、色紙がございますか。ありがとうございます。何やら靴もですね、スパイクも隣にありますが、では先ほど言ったことを、え、上に書いてあるんですか。はい、お願いします。好きなご飯は何ですか。はい、毎日走ってるからです。コツとか聞きたいですか。本当に走ってるだけですか。そうですね、やっぱ少しでも速くなるためのやっぱりトレーニングだったりはしてますけど、はい、そうですね、コツコツね、積み重ねですね。そうですね。やって一番嫌だった相手とか、あと自分がライバルと思ってる選手。ああ、一番嫌だった相手ですか。チームですか。選手です。選手で。選手だと浦和レッズの興梠選手。なぜ。一番うまかったですね。うまかった。やっぱディフェンダーとして一番嫌でした。どのタイミングで飛び出してくるかも分かんなかったですし、体の使い方とかすごいうまくて、はい。なるほど。ライバルは、ライバルは難しいですね。なんかあんまり考えたことないですよね、うん、でも、自分で、あ、自分がライバルで常に、ね、自分と戦っていきましょうね、はい、ありがとうございます。大会の活動はやっぱ代表とかで増えてきたと思うんですけど、そういう時は国内でコンディションを調整するのと海外でコンディションを調整するとき、何か違いとか苦労することとかってありますか。すごいですね。すごいですね。すごいですね。え、なんか MC 変わります？大丈夫です。けど自分そんなに繊細な方じゃないので、なんかあんまり環境変わってもコンディションが変わらずって感じなので、食べて寝ることです。なるほど。はい、え、食べ物こだわってたりします？ああ、それはあれですか？体調管理とかじゃなくて。グルテンフリーとか。ああ、違うこだわってないですか。好きなものを食べて、そうですね、ね、はい、よろしいですか。ありがとうございます。来週も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。自分の、ちゃんとした歌を歌いますか。ちゃんとちゃんとした歌あ、ちゃんと、自分のちゃんと歌えるかですか。あ、ちゃんとそれがちょっとですね、あびっくりしましたね。落ちたのかと思いました。サポーターの人とも一緒に歌います、はい、あ、じゃあ今一緒に歌います。皆さんでは一緒に歌いましょうか。では 3,2,1 で、はい、では歌いましょう。 3,2,1 で一緒に歌いましょう。いきますよ。最初の入りだけいいですか。最初の入りだけ教えてください。バー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 
します、はい、今ちょっと分岐点にいるかもしれませんのでお願いします。自分もそんなに全然まだ下手ですけど、やっぱり素直で何でも受け入れることがやっぱり上手くなるコツなかなと思います。はい、ありがとうございます。リフティングのコツを教えてください。リフティングのコツ、おコツ、コツ、ボールの中心を足で蹴る。何ちょっと分かる、それで分かった。リフティング今何回できるの？4回。まだ全然伸びしろあるじゃん。ある、はい、4回できればね、はい、ね、練習すれば、はい、毎日やればあっという間に100回できる。え、ちなみに最高何回できます？小学生の頃に3500回。うわー、びっくりしてますよ。全然いける。いけます。はい、じゃあ岩田選手に教えてもらったことをね、頭に覚えておいて練習頑張ってくださいね。はい、はい、思い出してほしいことがある。思い出してほしいこと、と言いますか、なんか恋人関係のような会話ですけど、何ですか？前にカレー作った時に、おお、なんか一緒に作ったりして、4年前にあの頃のこと覚えてるみたいな、サッカー協